松井和幸のまっちゃんねやってまいりましたよ。実製作映画情報バラエティ番組まっちゃんねる。こちらですね、YouTube に広がって、転がっているですね、映画をですね、こちらで勝手に評価して、勝手に、上げているという、そういう番組になってますよ。はい、それでは、今回紹介したい番組は、番組じゃない映画はですね、なんと、のっこいガールという、映画でして、こちら林康平監督でいいんですかね。こちら林康平監督10分間の作品になりますけど、まずね、何がすごかったって、田舎感抜群です、この人。なんか日芸の方らしいんですけど、すごい、なんか、あ、田舎、超田舎って思える。あのね、使ってる女優さんとかもね、すごい田舎っぽいし、衣装もしっかりしてるし、で、ほんとね、そういうフラガールとか、そういう獄中とか好きな人だったら絶対見れる、最後まで。展開とかもなんとなくそういう感じの展開で終わっていくし、まあ、別になんかすごい引きがあるのかっていうね、これ設定違ったら多分あんまり面白くないんですよ。だからこれを都内でやっちゃったら、なんか絶対に失敗したと思う。ただ、裏切らないんだよね。うわ、すげえ田舎感出てんだよなと思って、あれってどうやってるんですかって一度聞いてみたいです、俺、この人に。なんか僕そういう技術全くわからないんで、ただすごい感動しました。単純に言ってしまえば、女子高生4人の話なんですよ。ちょっと悪ガキ4人みたいなの女子高生の話なんですけど、芝居かな。なんか演技だろうね、演技だと思う。やっぱりね、最近思うんですけど、その勝負してる脚本って意外と説明台詞がないっていうか、なんかその設定を説明しないの。で、それを役者で埋めようとするんだけど、やっぱ攻めてないものっていうのは、その自分の書いてるものが不安だから、その設定を説明しようとしてしまうっていうのがあるんだけど、やっぱり今回ののっこいガールもそんなに説明されてない、その展開以外は。ってなったら、やっぱその関係性を描かれてないところで、やっぱ演者が描いていかないと、なんかいまいちラストにつながんねえんじゃねえかなって。だからすごくね、中盤っていうのかな、こう、もうほぼほぼラストなんですけど、まあ、一人の女の子の謎に迫るみたいな部分があって、そこに行くまでの動機が、というか、そんなに今更気になるのって思うんだけど、まあそれが展開だからしょうがねえやとか、けど、そこがもう少し分かりやすかったら、最後もっと、分かりやすかったと思う。4人でとか3人でこう自転車でビャーって河原行くところとか、なんかもっといいシーンになったんじゃないかなって思える作品。はい、というわけで、今回お送りしましたのは、林康平監督ののっこいガール。こちらもうぜひね、田舎感抜群なので、皆さんぜひぜひ見てください。まっ